前橋工科大学は、群馬県前橋市場、悟り町460のに本部を置く日本の公立大学である。1997年に設置された。大学の略称は、全校大、MIT。同じ家庭内ならば、先行している科目以外の単位を取得することも可能で、上限の範囲内で卒業に必要な単位として認められる。各専攻とも、 中夜開校生を採用しており、夜間、休日に開校される講義を受講することで終了に必要な単位を取得できる。このため日中の勤務を終えてから登校する社会人学生もいる。また、地方で勤務する技術者、研究者にとって貴重な再教育の機会を提供している。地域連携推進センターは、地域、産業界、国内の研究機関と連携し、 地域の街づくりと産業の発展に貢献、かつ、大学の知見の提供の窓口となることで、高科系大学の教育、研究の成果を広く地域社会の還元するための機関である。キャンパス内のメイビットホールと呼ばれる、構成施設の2階に学食があり、学会社も利用できる。営業時間は11時13時30分。揚げ物を使用したメニューが充実しており、特に、 メンハム定食やかき揚げ丼が人気。日替わり定食は高価定食、コロッケ定食はコロコロと呼ばれている。メイビットホールと呼ばれる構生施設に隣接して売店がある。講義に参加する上で必要な道具、教科書はこの売店で購入できる。楽器始めの教科書販売期間中は営業時間が延長される。本学のオリジナルグッズである。 学生入りレポート用紙もこの売店で購入可能である。最寄り駅は JR 両毛線前橋駅で駅から4トルほど離れている。大学生門前にバス停があるが本数は少ない。駐車場は比較的広く遠方から通学する学生や夜間手コースに在籍する社会人は自動車通学のものが多い。大学周辺には コンビニや食堂などがあり、主な店舗としてローソンがある。その他にも、ラーメン店、うどん店、パン屋などの飲食店が点在している。また、学生の半数は、他県出身者であるため一人暮らしの学生が多く、大学に寮が設けられていないこともあり、自炊を行う学生も多い。ヤオコーや河内などのスーパーマーケット、前橋駅近くの生鮮市場、2007年に開店した。 ショッピングモールケヤキオーク等が用いられる。学園祭は毎年11月初旬に開催されている。様々なイベントが企画されるが、目玉は芸人を招くお笑いライブである。協定先の大学で開講されている授業を受けることができ、上限の範囲内で専門選択科目の単位として認定される。科学技術の振興及び地域文化の発展のために、 構成員、学術の交流、教育研究の相互協力を行っている。高崎経済大学が所有するセミナーハウスを利用できる。所在地は長野県白馬村。研究室のゼミ合宿やスキー旅行などに用いられる。2007年度、2008年度の学生便欄に掲載した教育理念が岡山大学の教育理念を無断で引き移したものであった。 大学の教育理念3項目は、岡山大学の理念の順序を入れ替え、語尾のみ丁寧文に直した文章であり、工学部の育成のための教育理念5項目は、岡山大学の理念とほぼ同一の文章であった。2008年6月頃に、教員の指摘で発覚し、同年11月26日に公表された。ありがとうございます。